菊池勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト、筆跡心理コンサルタントの菊池です。こんにちは。こんにちは、佐々木千秋です。さて、先月から始まりました言霊アラカルト、この番組は筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんと、セリフを話すという職業についております私、女優佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として豆知識をまとめたニュース記事的にお伝えしていく番組です。この放送を始めて、この言霊っていう言葉がね、はい、うん、本当に素敵だなと思い出しました。そうですよね、うん、はい、それではですね、まずは、はい、菊池勝人さんの略歴をご紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます。菊池さんは1953年東京生まれで、大学卒業後大手ゼネコンに入社、国内をはじめ国際事業部の一員として活躍され、そして2004年頃から書かれた文字からその人物を診断できる世界に興味を持ち始め、筆跡心理カウンセラーとして法人コンサルティング、講演、セミナーなど幅広く活動を行っていらっしゃいます。どうもありがとうございます。それだけ聞くとちょっと硬いんで、もっと柔らかくいきたいと思いますので、よろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、そしてこの言霊アラカルトで番組アシスタントを務めさせていただきますのは、女優でタレントの佐々木千秋と申します。現在はドラマや映画、 CM を中心に活動させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今回もですね、こんな2人で楽しく分かりやすく、皆さんに言葉の魅力、はい、そして言霊としてお伝えできるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、まず最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーはメインパーソナリティの菊池勝人さんと私、佐々木千秋の間に実は30歳の年の差がありましていわゆる3世代のジェネレーションギャップとがあるということになります。そんな2人とリスナーの皆様とですね、とある年の流行語と世相をご紹介することで、昔を懐かしんでいただいたり、そして、まあ、へえ、そんなことあったんだというちょっとした発見をしていただければいいかなというコーナーとなっております。さて、今回はですね、私が生まれました1984年から2年後1986年についてリサーチしてまいりました。まずは1986年新語・流行語大賞の一部ご紹介させていただきたいと思います。はい、まずはですね、究極、うん、どうですか、聞かれたことありますか？ありますあります。うん、この究極っていうのが新語ではないんですよね。で、そうですよね、はい、うん、でこの時期に選ばれた理由としましては、まあ、本来の意味とはちょっと別のニュアンスになってしまうんですが、うん、大人気漫画の美味しんぼ、はいはい、これがブームになりまして、まあ、作中にこう登場する究極のメニューというのがですね、この言葉が注目されるようになりまして、でそこからも料理に対する究極を求めていきましょうというグルメブームが始まったというね、火付け役となった言葉にもなっていますね。で、まあ本当に今だと究極の何々とかっていうと、やっぱりこうね、そうですね、極めたものだけが食べれるみたいなこうイメージがあると思うんですが、こんな漫画からね、あの漫画見てました。あ、ご覧になってました？面白かったですか？面白かったですね、あれはね。そうなんですね、やっぱりね、この時代、私もちょっとなんとなく幼心に知ってはいるんですけれども、うん、ここから生まれたっていうのは今まで全く知りませんでした。うん、ちょっと究極か、はい、うん、そして次に新人類、うん、これもありましたね。新人類、実際に使われたことありますか？いや、僕は聞いただけで、僕はあんまり使わなかったです、その言葉は。あ、そうなんですね、うん、なんかこう今だとこう例えば悟り世代とか、うん、ね、そうね、悟り世代とかいろいろこう言葉の中にね出てきたりもしますけれども、そんなにはじゃあ使われない感じですね。うん、新人類っていう言葉、なんとなくね、こう、うん、褒めてはいないように見えたんですよ。あ、そうですか。で、やっぱり感覚が違うな、こいつらはみたいなことを言ってる人が使ってる言葉かなってのもあって、でもさ、それ言ってる人って昔は自分もそうだった話して、うん信じるって言葉がなかったから、はい、そういうふうにまあ思うだけであって、歴史は繰り返してるんだね。そうですよね、うん、やっぱり昔の古文にさ、はい、やっぱり最近の若いものはっていう文章があると一緒で、うん、そうですそうです。あ、まあ、その意味では面白い命名だったなと思いますけどね、新人類ってのは。そうですよね、うん、でこの名付け親というか、まあ、名付けたのが
当時の朝日ジャーナルの編集長だった筑紫哲也さんだったそうなんですが、うん、まあ、本当に菊池さんおっしゃったようにちょっとネガティブな意味で使われることも多かったそうなんですが、うん、この年のこの西武ライオンズでルキーの清原選手をはじめとした若手が大活躍されまして、うんうん、こう明るく物おじせず爽やかな振る舞いでそれまでのプロ野球の選手をイメージ覆したことから、うんうんうん、まあ、信じるもちょっとポジティブなイメージを帯びるようになったということです、うんうん、物おじしないってのよく言われたよね、うん、そうなんですね。堂々と経験もなくてもいややりますできますっていうやつが増えてきてそれはそれでポジティブでいいじゃないかっていう見方もあったしね、うん、そうですね。そういった意味ではネガティブではなかったですね、はい、うん、そしてまあこの1986年なんですが、まあ、いわゆる一般的にバブル景気のこう始まりとされていましてですね、そうだな、はい、うん、まあ、初頭に崩壊する1991年の初頭に崩壊するまで4年半続いた戦後で2番目に長い好景気だったそうです。であとはですねこの年にテレホンカード、あ、テレカだ、はい、テレカ、これの販売枚数が1億枚ですよ1億枚を突破されたということでね、今なかなかこうねテレホンカード使うっていうのもなかなか今なくなっちゃいましたけど、今でもあるんですかね、テレカってね、もうないのかな、なんでしょうね、うん、でもね、ちょっと気になる、昔あれピッピピッピやってね使ってるとね、うん、もう今言っても分かんない人もたくさんいると思うけどさ、はい、テレカなんて言ったってそうですね。あとはその他におにゃんこクラブとか、はい、ミュージカルのキャッツ、漫画ホワッツマイケルなどのにより空前の猫ブーム到来、この年発売されたカメラの映るんです、はいはいはい、あとビールのモルツ、うん、大ヒット商品となりましてロングセラーを記録したほか、うん、ファミコン用のソフトドラゴンクエストは社会現象を巻き起こすほどの大ブームとなったそうです、うん、ありましたね、ね、本当にねいろんな私もちょっとだけこうテレホンカードとかね、うん、いろんなお話ちょっと参加できるのがすごく嬉しいなという感じだったんですけれどもはいね、本当に楽しい面白い今ではちょっとなかなか触れられない時代ですが、うん、いかがだったでしょうか。皆さんの記憶はですねあの頃までプレイバックできましたでしょうかはい、以上プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。さて今回のゲストはシンガーソングライターで映画監督、女優などマルチに活動されていらっしゃって、そして先月23日に新曲風になって花と踊ろう桜が徳間ジャパンからリリースとなりました茜澤ゆめるさんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。はい、はい、それではですね早速なんですが、まずは茜澤ゆめるさんについて簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。茜澤さんは香川県のご出身、13歳の頃から作詞作曲を始め18歳の頃から本格的にボーカルを学ばれ、その後上京し、都内ライブハウスを中心にライブ活動を始められます。2005年にリリースされた光がインディーズチャートで第5位にチャートイン、J-POP 界インディーズ女性アーティストのオリコンチャートインは業界初の快挙としてです ね、すごいね、話題を呼んだんだそうです。はい、はい、そして2007年11月21日マキシシングル夢のしずくハートフルプレイスでついにメジャーデビューをされました。はい、で2015年徳間ジャパンコミュニケーションズよりシングル CD ステイ桜の花のようにをリリースされ、うんうん、この楽曲は第二次世界大戦中教師をしていた高岡正明氏が出征し戦死した教え子たちへの供養にと25年以上の歳月をかけて開発された桜、陽光桜がテーマとなっているんだそうです。はいはい、そして昨年11月にはですね第4回新人監督映画祭の招聘部門に茜澤ゆめるさん初監督作品、はい、そうなんです、陽光、陽光の木の下でがノミネートされましてですね、はい、期間中2回上映されるなど、うん、現在シンガーソングライターのほか FM ラジオ番組のパーソナリティ、はい、そしてイベントプロデュース楽曲提供など多方面で精力的に活動中でいらっしゃいます。今回お忙しいところ、はい、本当にこの番組にお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、
それではですね、そんな茜澤ゆめるさんをゲストにお招きいたしましたが、実はここで菊池さんが実践されていらっしゃる筆跡心理分析をゲストの茜澤さんに公開で体験していただこうかなと思っておりまして、事前にですね、茜澤さんにはご住所とお名前こうはがきにですね書いていただいておりますので、茜澤さん、まあ、公共の電波でまさに深層心理的なものまで明らかにされてしまいますが、はい、ちょっとドキドキしてますけれどもそうですよねはい、ぜひぜひ、はい、そうですね、楽しんでください、はい、ちなみにですね、この模様こうラジオはもちろんのこと、 YouTube で大文字の言霊カタカナでアラカルトで検索していただきますとアップしていただいておりますので、ぜひ動画でもチェックしてみてください。ではお待たせいたしました、菊池さん、はい、分析結果をお願いいたします。はい、じゃあよろしいでしょうか。はい、茜澤さんのこの住所氏名を書いていただいたものから一つ分かるところから順番に申し上げていきたいと思うんですけども、はい、まず郵便番号の欄のすぐ下からもう東京都って書き出してるんですよ、はいはい、で比較的字も大きめだよね。でこういう方ってぐちゃぐちゃ考える前にまず動こうよっていう人なんですよ、うん、まず動かなきゃしょうがないよねっていう姿勢がよく出てますね。だからまずは動こうよです、行動ありき、こういった姿勢を日頃から持ってると思います、うんうん、はい、当たってます、すごいだよねきっとね。だからうじゃうじゃ考えながらああだこうだ言ってる人を見ると、いやその前にまず動いてみようよって言いたくなる、まあ、なんなら私が動くから責任みたいなところがあると思いますよ。 それとね、ここの書いてある字の大きさが漢字の大きさがちょっと違ったりしてるんですよ。大きさが書いてるんです。これはね、うん、マーカーで字の大きさを塗っていくと分かるんだけど、はい、面積が全く違うんですよ、うん、漢字の、字の大きさがね、はい、でこれはね、いわゆる同じ大きさにあんまり書きたくないっていう深層心理の表れで、うん、これは普段の生活でも同じなんだけども、要は変化大好き、要は変化すること、環境が変わるってきっといいことあると思いますよっていう感覚なんです。あ、今までもそういうこう何か変化があるといいことが、そうでしょ、大きいことが来たりとか、うん、はい、結局そういう受け入れ体制を持ってるので、だから変わるって面白いよね、うん、いいことがあるよねって思うんで、でも世の中の人みんながそうじゃないよね、変わるってリスクを負いますよね、そうですね、分かんないことが起きるんだから、うん、なるべくなら避けたいですよねって人もいるわけですよ、うん、はい、でここで申し上げてるのはどっちがいいとか悪いじゃなくて、はい、茜澤さんはそういう特性が強いねっていうことになるわけですね、はい、こんなことがちょっと分かるんです。あといくつかあるんですが、はい、もう一つはね、例えば結構ですね、こう書き出す時にグッと力を入れた字を書くんですよね。でこれは習字をやってる人なんか多いと言われてるんだけども、はい、毛筆やってました。毛筆、そうでしょ、はい、何年ぐらい前までさ。そうですね、結構 小学校6年前。あ、じゃあもう全然もうないよね、はい、そのあれはね、未だにそれを書かれてるってことは、このグッというその気質っていうんだけども、筆を入れる書き方をする人って結構こだわりなんですよ、自分の中に、うん、あります、すごい、私はこれだからみたいな、はい、だからはっきり言うと分かんなかったらしょうがないんじゃないみたいな、うんうん、切り捨てるわけじゃないんだけども、はい、やっぱり私はこれだからっていうのを非常に大事にしてる、うんうんうん、あります、そうですね、特に監督もされたり、うん、やっぱりシンガーソングライターされてるので、はい、その辺のものが作品として出てくるってことが多分あるんだろうなっていうのは、うん、もうこの字を見てるとよくわかりますね。そのグッという、もう、はい、力強く書いてるとか、この茜さん、うん、茜っていう字の西っていう字の、はい、左上のところなんかそうだね、はい、あと神山町の神っていう字の、モースっていう字の上ね、はい、こんなのも書かれてるし、はい、至る所に出てますね、うん、あともう一つ言うと、はい、様という字の木偏、うん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 、1,2,3,4 画目のピッてやつを2画目の縦線を切ってるんですよ、またいで書いてるんですね、うんうん、でこれを書く方って、はい、物事白黒はっきりしてよっていうのがとっても強い人です。そうです、とっても強いでしょ、だから相手に、はい、であなたどっちなのってすぐに聞くようになるそうですね、言われた方は結構責められてる感もあるかもしれないなんかよく勘違いされたりします、うん、だからいやそんな今まだ決められないですよっていう人に対してあなたは、うん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 、いやでもさ、ここにいる以上はあなたどう思うのっていうところまで多分突っ込んでいくと思うんですよ、うん、なぜかというと、はい、そうしないと自分が安心できないんです。うん、要は自分のためにやる、はい、ね、相手のこと考えてないからだからその言われた方も白黒つけたい人の場合はすんなり言うんだけども、うんうんうん、あまりつけたくないな、まだこの時点ではなっていう人は、う
責められてるなって思う感覚を持ってしまう可能性もある。だからこの辺が自分のことを知った上でいかにコミュニケーションに生かすかってことになるわけで、私って白黒つけたがってるよねってことが、ああまた出してるなここでってことが分かるだけで、言い方が変わるじゃない。例えばあなたはどこまでじゃあこういうものが進んでったら白黒はっきりつけることできると思うっていう質問をするだけでいいよね。でもなんで今決められないのっていうとさ、そういう聞き方をすれば平和的にみたいな、いくよね。そういうふうなことが自分を知ってるとできるんだけど、知らないとなんで今決められないのってやっちゃうんだよ。ですよね。じゃあいいアドバイスを聞きました。今後に生かしたいと思います。ありがとうございます。何かご質問とかあります？はい、いや本当にその部分をね、最後 の、 白黒はっきりと聞きすぎないようにっていうアドバイスをいただいたんで、今後ちょっと そこら辺を生かしていったりとか。そうですね。はい、あとね、一つちょっと分かりにくい、説明で分かりにくいかもしれないんだけども、3本の線がある場合に、横線がある場合に間隔をずらしてるんですよ、あなたの場合は。でこれは結構自分の心情とか情熱とか情緒をもっと素直に出したいよっていう感覚があるんです、はい、うん、そうなんです、ね、はい、だからそれも監督業をされてる時とか、うんうん、歌手あるいは自分で詩を書いたり曲を作ったりする方は、うん、それをストレートに出せる場があるってことなんですよ。うん、ですね、うん、やっぱ作品にエンタメの力で表現していくという、そう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 、だからそれが、はい、例えば自分を常にコントロールしてる人ってそれできないんですよ、なかなか。一回翻訳するから自分の感情を。そうですよね。でもそうじゃない部分を持ってるということは、まさに持ってる部分の強みとしてそれが活かせる世界を、まあ、大事にされてるんだろうなってのはよくわかります。このすごい話を見ると、ね、文字からここまで内面が分かっちゃうとは、だからそのこだわりあるところとか、今の感情を大事にしてるとか、すぐ行動するとか、それが全部プラスにこう使えるように、自分のことを知ることによってコントロールできるでしょ、はい、まあ、そんな風にねやっていただけると多分もっともっといいだろうなって気がしますね、はい、ありがとうございます。プラスに行くように、はい、プラスに行くようにちょっとねこれからやってみます。ありがとうございます。あかねざわさん、はい、いかがでしたか。いやすごい深層心理というか、文字から内面がこんなにズバリとね分かっちゃうっていうね、すごい、でもいい風に生かしていけばいいなって思ったので、はい、いいアドバイスいただいて本当にありがとうございます。でなですね、この分析につきましては菊池さんがよくおっしゃっているように、あくまでこう参考にするものであって断言するものではないことだけご注意ください。さてそんな茜澤ゆめるさんが先月新曲をリリースされたそうですが、はい、そうなんです。どういった楽曲なんでしょうか。風になって花と踊ろうという曲、CCB のギタリストの関口誠さんが作詞で、はい、私茜澤ゆめるが作曲した作品なんですが、まあ、爽やかな楽曲なんですが、そうですね、今困難に立ち向かっている女性たち、これからの時代をこうね席巻になっていく女性たちへの応援歌として歌っていけたらなと思ってます。素晴らしいですね。はい、ね、素晴らしいですね。で本当にこうマルチに ご活躍の茜澤さんなんですが、はい、今後の予定についてお教えいただければと思います。そうですね、この風になって花と踊ろうがニューシングルとしてリリース、久々に3年ぶりにリリースされて、うん、こちらの中に、まあ、私が、ライフワークの一つとしています陽光桜の音楽プロジェクト の曲も収録されているんですが、うん、この、テーマの映画上映会、私が初監督を務めました、はい、映画上映会が香川県の方であったりとか、あといろんな、ね、千葉の方のお祭りだとかあるんですけど、まあ、続編も作ってるんですが、実は映画の方楽しみですね。まあ、陽光桜にこだわり続けてまた続編ということで命をテーマに今回作ってるので、まあ、それの上映も秋ぐらいにまた映画祭の方で、はい、発表できたらなとも思ってますし、ぜひこの、ね、新曲の方もいろんなところで歌っていきたいなと思ってますので、はい、ラジオ番組の方もやってますので、ぜひ茜澤ゆめるで検索をしていただいて、 Facebook とかいいねをしていただけたりとか、お友達になっていただけたりとか、会いに来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。素晴らしい、はい、ありがとうございま す、ね、ございます。マルチに活躍されてらっしゃるので、これからも私も応援したいと思います。よろしくお願いします。皆さん、なんともエンディングが近づいてまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたでしょうか。いや、茜澤さんの素敵な音楽を聴かせていただいて、はい、なんかあっという間に終わっちゃいましたね。そうですね。本当に、いや、短かったな。楽しめてよかったです、本当ありがとうございました。ありがとうございます。
そしてこの番組ではですね、お聞きの皆様のご感想やご意見もお待ちいたしておりますので、どうかこちらまでお願いいたします。ファックス番号 047-303-3974、 ファックス番号 047-303-3974、 メールアドレスは fmu@fmu.co.jp、 fmu@fmu.co.jp、 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ではまたお耳にかかりましょう。